こんにちは獣医の藤村です。今回の動画は老犬がですね至る所でうんちをしてしまってですねでうんちを踏んでうんちまみれになってしまうみたいなねそういうので悩んでる方が結構いるなと思ったんで一回対処法をねあの実演っていうか、まあ、あの実際あのつけてみるやってみるそこまでねあのお見せして。 あの1つのね。あの対処法をまあ、ご提案させていただきたいかなと思っております。ということですね。まあ、例えば足腰が弱いとかね。なんか足が痛いから動けないとか寝たきり近いとかね。認知症とかそういった。まあ老犬ですね。あの飼ってる飼い主さんですね。そういったあの場合だとですね。そのうんちを至る所で捨ててしまうってことが結構。 あるかなと思うんですよね。足腰が弱いとか痛いが故に、に、まあ、トイレまで行けないとか寝たきりに近いからもうね、あのー、もうそこまでしてしまうとかでもちょっと寝たきりに近いけどまだ動けるからうんち踏んじゃうとかねあと認知症でねあのトイレの場所がわかんないとかねそういったので結構こうねあのうんちを踏んでしまうって結構それ毎回掃除しなきゃいけないし毎回その。 お風呂入れなきゃいけないからすごくもう大変だっていうね。しかも世な気をするとかもあるかもしれないんですけど、まあそういった悩みを持っている患者さんは結構いるんですよね。あなただけじゃないんですよ。なのでそこはねやっぱりこうなんていうか、なんだから自分だけって思うと辛いと思うんですけど、ま結構いるんですよね。なのでまあそこはちょっとこう気を楽にしてもらいつつ一つのねあのやり方をねご提案させていただきたいんですよ。 でやり方は、そのおむつを、ね、加工すする方法なんですよ。おむつをつけるって方法もあるんですけどそれだとね何回もうんちをされちゃうともうおむつがうんちまみれになっちゃうんであの結構大変なんですよね。それでだからおむつを加工してそのお尻のところにポリ袋を、ね、つけてみましょうってことで一回ね実演でお見せしますね。ここうややってやるんだよってことですね。 どうでしたかあのやってみお見せしたんですけどあの実際にねやってみたんですけどまあこの方法ですとですねそのうんちだけがね袋に落ちるようにしております。でこうやって作ってるところねお見せしたと思いますけどでこうやってワンちゃんにワンちゃんにねつけるところもねお見せしたと思うんですけどただまあねこの方法の欠点はね 尻尾が長いワンちゃんはですね、尻尾だけがうんちまみれ、ここね、尻尾がこうね、入っちゃうんで、どうしてもうんちがね、こう、ここにうんちが出たとしてもついちゃうんで、ここだけは掃除しなきゃいけない。尻尾の部分だけはどうしてもね、掃除が必要だとは思いますけども、だいぶ前よりは楽かなと。まあ、足で踏み踏みすることもないし、部屋中がね、こうね、うんちまみれになることもないと思うんで、だいぶマシかなと思うんですけど、まあ、それでもちょっと嫌だなっていう方は、 うんち処理専用パンツみたいなのがね、売ってるので、ネットで検索してみてください、出てくるんで。それで、あの、それだとね、尻尾をうまいことこうね、尻尾はこう、こんな感じの時に、こうね、尻尾が上に来るようにできてるんで、こうやってね、尻尾を出すのが結構難しいんですよね、この方だと。尻尾を出しちゃうと、あんまり安定しないんですよ、この袋だとね。なので、尻尾を出すようなことができるようなパンツを売ってるんで、 そういったものをこう使ってもらうともっとねこれ進化系なんでこれの進化系なんであのだいぶあのなんていうかなあのうんちまみれになることももう掃除する掃除したりとかねお風呂入れるとかも手間もだいぶねこの減ると思いますこの方法今回の方法でもまあ尻尾は尻尾だけなので汚れるのがねだいぶ楽にはなると思いますし床もねきれいなままなんでだいぶ楽だと思いますけどそれでもちょっとしんどいよって方はね うんち処理専用パンツとか検索してもらうと出てきますんでね一、まあ、回やってみてくださいということでした以上ですねあのー、この動画参考になったような方はね高評価ボタンとチャンネル登録とお願いしますそれやっていただけるとねあも,うもっとこう動画をいっぱい作ろうと思いますのでねよろしくお願いしますそれでは失礼します